はい、どうもこちらです。今回は、新イベントのね、コアラのイベントです。真実は化け革命軍明白ということで、エキスパートを、最速周回ということで、サボをねおすすめしたいと思います。なんでまあこのパーティーでやっていきたいと思います。で、ハンコックのところはね、誰でもいいです。即属性の、まあ、できれば10タイプの、できればっていうか10タイプじゃなきゃダメか、サボパなんでね。即属性の自由のタイプだったら誰でも OK、まあ、ルフィとかでも OK ですね。で、一応まあフェス限使っちゃってるんですけど、まあその分早いです。まあ無課金のパーティーもまあおすすめなんか選ぼうかなと思ったんですけど、まあそんなにね正直変わりはないんで、まあ、だったらまあ一番早いおすすめのパーティーをね紹介しようと思って紹介します。まあ、なのでもう持ってない方はねごめんっていうだけですね。まあ、イワンコフ一体連れてって、イワンコフだとでもこのイワンコフ使えなくなっちゃうか。まあ、例えば、自分イワンコフにして、ガチャ券の方の 2.5 倍の方のイワンコフ持ってって、で、フレンドにサボ。で、この右下の、この乙女だっけ？乙女イワンコフは、例えばカポネにするとかね。まあ、カポネだとちょっとまあ、運次第ってことになっちゃうんだけど、まあ、それでもいいかなって思います。まあ、そんな感じで、まあ、臨機応変に何か入れてもらえればいいかな。で、ハンコックのところも誰かいないかな、自由で。スロット変換できるから、キャラがね。そうすればね、まあ、カポネと合わせて、なんとかできるんだけど。なんかいればいいんだけど。と思い浮かばない。まあ、そんな感じで、まあこの編成ができないならできないなりに、まあちょっと参考にできる部分はあると思うのでね、まあちょっとやってみてください。本当はね別に使いたくないんだけどね。まあ久々にサボに脚光が当たるってことで、脚光ね、言いにくい、脚光当たるんでね、まあ使ってあげようかなっていうことで、これはもうね、ほとんど一旦突破はほぼ間違いなくできるんで、ここダメージ食らっちゃっても OK です。で、そう、ここだと、さっき肉回収してなかったらダメージ受けてたんだよね。コーラのところでね、一旦ね突破できてないんで、まああそこで例えば即スローが、まあ、ハンコックかジャブラ一体来てくれれば多分一旦突破できるんだけど、まあそこで来てない場合は回復しなきゃいけないんだよね。で、肉が来なかった場合の回復手段としては、まあハンコックを連れてってるパターンなんだよね、実は。だからまあハンコックがいいっていうのはまあそういう理由なんだよね、実はね。まあ、だからブルック、即ブルックとか入れちゃうと、でもこの心ブルック入れれないんで、この心ブルックはほら、こんな感じで結構倒してくれるんで、だいぶでかいんだよね。まあ、だから心ブルック連れてってるっていうのがあるんで、で、偶然今これランダム変換で揃っちゃいましたけど、こいつがね、まあ、使ってあげると、まあ、左下のハンコックと、まあ、左真ん中のジャブラに確定スロット変換で揃うんだよね。だから、まあ、余裕で倒せるっていう、まあ、スロットが揃ってるんでね、2体。で、この、だから後のこの4体で、まあ、今回今スロット3体揃ってるけど、まあ、ザコを倒して、この辺も余裕なんだよね。で、ワンコフが体力マックスじゃないと、確定変化してくれないから、まあ、体力マックスがいいっていうのは理由なんだけど、そう、まあ、バリズも下がっちゃうしね、サボンね。まあ、うん、そんな感じで、まあ、一応これだと、まあ、レア枠が来ても大丈夫だね。レア枠が来ても大丈夫だし、まあ、どのパターンでも対応できるんでね、これが、まあ、一番ベストじゃないかなって個人的には思ってるんでね、あの真似できる方はしてみてください。で、イワンコフね入れたりとか、さっき言った通り、まあ編成変えたりとかしてやってみてください。ということで、以上ね、エシメントコアラの革命軍の方のね、エキスパートの難易度の、最速攻略でございました。ご視聴ありがとうございます。